はい、皆さん、ハルハル、二次三次所属バーチャルライバーのカイラハルです。本日はですね、皆さんに僕が普段どういう一日を過ごしてるのかみたいなことをちょっとしていただこうかなと思いまして、動画を撮っているわけなんですけれども、まあね、ライバーってどういう風な一日を過ごしてるかって皆さん意外と知らないのかなと思って、いや、まあ、知ってるかもしれないんですけど、てか想像つくかもしれないんですけど、まあね、でも皆さんが普段こう目にしてるのって配信とかね、ツイッターとかだけだったりするかなと思うので、まあ仕方ないからさ、教えてあげようかなと思って今日は動画を撮ってるんですけれども、はい、まあいわゆるルーティン動画的なね、いや、ちょっと YouTuber っぽいわー、 YouTuber っぽい。まあ私本日はですね、このためにグラフなどを作るなどしてまいりましたので、ちょっと皆さんにお見せしようかと思います。はい、ドン。いやー、作ってまいりましたよ。このグラフをね、ちょっと文字が潰れてて見にくいとかそういう話はもうちょっとなしにしてください。はい、一生懸命作りました。決してグラフを作ったことがなさすぎて、エクセルをいじったことがなさすぎて、1時間かかるなどそういうことは一切起きておりますので、1時間どころじゃないかもしれない。ってことでね、まあちょっと順に説明していこうかなと思うんですけれども、まずですね、ちょっとマジでごめん、ちょっとめっちゃ文字、案外ちょっとその動画にしたら文字がちっちゃいっていう現象が起きてるんですけど、まずですね、僕はまあ大体9時ぐらいに起きることが多いんですけど、最近は。普通の人から見たらね、9時に起きるっていうのはまあ非常に幸せというか、遅い時間だっていうふうに思われがちかもしれないんですけど、まあライバーからしたらまあ比較的早起きなのではないでしょうか。まあ9時に起きて、僕は結構ね、低血圧というか、朝なかなか目がパッチリ冴えないタイプなので、まあ、1時間ぐらい起床の後にベッドでスマホをいじるんですけど、まあ、9時に起きて何をしてるかっていう、そのスマホで何をしてるかって話なんですけど、まあ、大体僕はその日に起きたニュースとか、まあ、前日のニュースとか、あと雑学みたいなちょっと気になる情報、なんか何々が実は何々でしたみたいな、いや全然わからんわ、雑学的なね、豆知識みたいなの仕入れたりとか、あとはなんかこう、新作のね、ゲームの情報とかを仕入れたりとか、なんかそういうことが多いですね。まあ大体1時間ぐらい、こういじったりとかして、目が覚めるのを待ちますね。で、目が覚めたら大体お風呂に入るんですけど、まあお風呂沸かして、湯船に最近は使ってますね。喉を温めたりとかすると、結構収録とか、その日の声出しとかが、こうなんか絶好調になるまでが早いみたいな、まあ気づきまして、入るようにしてますね。喉温めてから一日の始まりよっていう感じですね。まあ結構朝シャン派の人とかもいると思うんですけど、リフレッシュも兼ねてみたいな感じでやってます。でお風呂から上がったら、大体音源のチェックをしてますね。後で説明するんですけど、夜ミックスをしたりとかね、いうことが結構多いので、そのなんか音源チェックみたいなのしてることが多いです。でなんで朝一でやるかっていうと、なんか前日のね、夜にね、ずっと作業してると結構ね、なんか良し悪しが分かんなくなってくるんですよ。ミックスとかなんか編集って、このテイクいいのかなとか、なんかこの編集いいのかなみたいな、結構ね、分かんなくなってきちゃうことが多いので、一回寝てリセットして朝にもう一回聞いてどうかなっていうののいじりをだいたい1時間ぐらいやっております。ここはなんか11時から12時ぐらいの間ですね。で音源チェックが終わってだいたい12時ぐらいから、運営さんからの連絡だったりとか、まあ、ライバーさんからの連絡だったりとかっていうののチェックをしたりとか、まあ、だいたいね、ファイル、歌ってみた動画のこうイラストとかそういうののこうチェックとかっていうのをだいたいこの1時間でしたりとかして、ここはこうしてくださいみたいなリストアップとかね、そういう作業をして編集などして、大体13時くらいまでですね、1時間ぐらいやっております。で13時からだいたい30分ぐらいで昼食をとるんですけど、まあこれが一日の一番最初のご飯になります。まあ水分とかはお風呂上がりとかね、お風呂入る前とか取ったりするんですけど、だいたい食事はこの時間にすることが多いです。だいたいネットで YouTube 見たりとか、Amazon プライムとか、D アニメとかそういうの見ながらだいたい食べることが結構多いですね。そこからだいたい食べ終わって30分ぐらいで家事をするって書いてあるんですけど、まあ、洗濯はそんな毎日やることでもないし、掃除もだいたいそんなに毎日やるものではないので、まあ、家事を省く場合もありますが、まあある時はまあ洗濯干したりとか、そういうことをしてるっていう感じですね。で家事が終わったら収録を3時間ぐらいしてます。ボイスの収録だったりとか、歌ってみたの収録だったりとか、だいたいなんか締め切りやばいものとか、まあやばくないようなものも撮ったりするんですけど、なんかそういうことが多いですね。なんか面言用の音源とか、面言でね、セリフ募集の動画とかを、リクエストセリフとかを撮ったりしてるので、そういうのの収録とかをしております。でまあ昼夜の2回行動の時とかはこの時間をね、配信に当てちゃうことがあるんですけど、まあ最近は結構収録をしてることの方が多いかなっていう感じです。
で収録が終わったらまあ日によるんですけど、だいたい買い出しとかに行ったりすることがあります。まあ、なんだろうな、食べ物がね尽きちゃったりとか、まあ、その日ちょっと食べたいものがあったりとかすると、あのマクドナルド行ったりとかコンビニ行ったりとか、なんかそういうことをだいたい1時間ぐらいでしてます。なんかお外の空気吸ったりとかね、そういうののリフレッシュのためにもというのも兼ねて、まあ、お外に出ることがあります。まあ、出ない日も多いです。で、買い出しが終わったら、また昼食じゃない、夕食を取ります。30分ぐらいですね。これもまあ、動画見ながらとかの方が多いかな。なんかあと、サムネ作ったりとかすることもありますが。まあ、作業しつつだったりとか、まあ、息抜きしつつご飯を食べるっていう感じです。で、ご飯食べ終わったら結構裏作業とか、ね、編集とか、まあ、動画編集とか、あとはゲームのね、素材集めとかしなきゃいけない時とかがあったりするので、なんかそういうのをやったりすることが多いですね、この時間。まあ、だいたい Twitter に浮上したりとかすることも結構あるんですけど、なんだろうな、連絡チェックの後のお昼の時間とかね、だいたい13時とか、あとはこの時間とかに結構ツイッターを見ること多いですね。なんかツイートを見たりするとこの時間につぶれてること結構多いんじゃないかなと思います。で、これがだいたい16時半、18時半から20時くらいの間、1時間半くらいやるんですけど、それが終わったら1時間くらい配信の準備をします。ここで枠をね、待機場を立てたりとか、告知をしたりとかっていうことをする時間ですね、結構。で、僕は結構なんかその配信直前まで別のことしてるっていうよりは、割となんか配信、今日はこういう配信するかみたいなのを考えながら、こうね、なんか OBS 立ち上げたりとか、なんかそういうことをすることが多いので、配信1時間前は結構そのウォーミングアップじゃないけど、なんかそんな意識高くはないんですけど、まあ、考えたりとかね、しながら1時間過ごすことが多いです。で、21時からだいたい配信を行ってるので、まあ、20時から行うこともあるんですけど、21時からだいたい24時くらいまで配信を行っております。まだね、叫び散らかしたりとかね、大喜びしたりとか、なんかそういうことをしながら3時間過ごすことがありますが、ここはね、みんなと一緒に配信を楽しく過ごしてるっていう時間になります。で、配信が終わったら、30分ぐらいでお風呂に入ったりしてます。30分はなんだろうな、シャワー浴びるだけの時もあるし、まあ湯船に浸かったりとかすることもありますね。その日によって違います。なんか喉のコンディションとかちょっと温まりたいなって時とかは沸かしますね。で、それが終わったら24時半、まあ、0時半ですね、0時30分、連絡のチェックとか打ち合わせをすることがあります。この打ち合わせっていうのは運営さんとの打ち合わせじゃなくて、ライバーさんとの打ち合わせが多いです。まあ、ライバーっていうのは比較的ね、こう配信時間がだいたい夜なので、終わった後とかにやったりとかね、一番元気な時間帯なのかなと思ったりするので、この時間に連絡が返ってきたりとかすることが比較的多いです。それから打ち合わせとかね、この時間にやろうとか、配信終わってからにしたいですっていう人が結構いたりするので、なんか企画のね、打ち合わせとかここでやったりします。でも早く終わることもあれば、結構時間がかかることもあるんですが、まあ1時半くらいからですね、自分のなんかこう、ここはミックスの時間に当てることが多いんですけど、だいたい2時間半ぐらいですね、まあ収録したりとかすることもあるんですけど、なんかメインの収録はあんまりしなくて、大声出すってよりはなんかボイス取ったりとかすることはあっても、あとはなんかハモリとかですね、収録することが多いです。あとはこの時間にピッチ補正とかやったりすることが多いかな。で、ピッチ補正が終わったら結構エフェクトをかけたりとか、ミックスの作業をすることが比較的多いんですけど、まあちょっとね、切羽詰まってる時とかは動画の編集したりとかすることもあります。で、なんかだいたい2時間ぐらいね、音源の作業とかをしてると、だんだん耳がバカになってきてしまって、なんかいいのかも悪いのかも分かんなくなってくるんですよね。あれこっち、あれなんか、なんだこれ、いいのか悪いのかみたいな、結構ね、音源編集する人とかはあるのかなと思うんですけど、そう、分かんなくなってきちゃうので、一回なんか一晩寝かせるみたいな感じで、朝翌日のさっき説明した音源チェックの時に音源をチェックしたりすることがあります。で、まあ最近はちょっとね、早く寝たりもしてるんですけど、大体まあ3時から4時くらいの間に就寝という感じで、大体5時間から6時間の睡眠をとって、また翌日頑張ろうっていう感じの一日の流れになります。まああくまでもね、まあ、僕の一日の流れなので、まあ、他の人がどういう風に過ごしてるかわからないんですけど、まあ、大体なんかこんな感じで一日を過ごしていますって感じです。まあお外でのね、案件だったりとか、ちょっとお出かけしなきゃいけない予定があったりとかっていう日は、これと全然違う一日の過ごし方になるんですけど、まあでも大体9時ぐらいに帰ってきてからのあれですね、9時前とかには帰ってきてるので、配信してからの一日の流れは大体一緒かな。ということで、こんな感じの一日を過ごしてるという説明でございました。じゃあまた配信見てくるよな。バイバーイ。